さあ続きましてはおうちでちょこっとらいのコーナーです。地域で活躍する講師が生活を豊かにするさまざまな豆知識を教えてくださいます。今回はこれからやってくるジメジメムシムシの梅雨にぴったりです、髪の毛を簡単にすっきりまとめるヘアアレンジです。教えてくださるのは二俣川駅から歩いて5分のところにある美容室ブリエの富岡美智子さんです。ご覧ください。皆さんこんにちは。二俣川にある美容室ブリエの富岡美智子です。まもなくジメジメムシムシの梅雨がやってきますね。そこで今回髪をまとめてすっきり、ヘアアレンジをご紹介していきたいと思います。皆さんもテレビを見ながら一緒にやってみてくださいね。それではお家でちょこっとライ。それではまずクルリンパから説明していきます。髪の毛をしっかり溶かしていきます。まず分け目をあんまりつけずにぼかしていきます。覚えておいてもらいたいのがお顔周りの遅れ毛を先に出しておいてあげると可愛いのと小顔効果につながっていくので、前髪の延長線の、こめかみのちょっと上の部分ですね、ここを下ろしておきます。左右一緒に下ろしておきます。じゃあハーフに湯沸いていきます。ハーフちょっと髪の毛の量が少ないのでシリコンゴムを使っていきます。湯沸いていきます。ちょっときつめにしっかりめに、でこの時に、ちょっと引き出しをしてほぐしてあげると可愛いかなと思います。爪と爪でつまむ程度の毛束を引き出してあげるといいと思います。頭はこう丸いので、ここの部分が一番ふんわりしていると可愛いです。くるりんぱをするときに、真ん中でこう穴を開けてしまうとここの部分が潰れやすくなるので、ちょっと斜めのところに指を入れていきます。これで半分に割ります。この中にくるりんぱ、上から髪の毛を入れてあげます。ちょっとトップのところが潰れやすくなるので、ここら辺を少し引き出してあげると潰れたところがちょっとふんわりしていく、割れ目が見えなくなっていくので綺麗にくるりんぱできます。まだ綺麗にこう整ってる状態でもいいんですが、ちょっとほぐしてあげるとまたルーズな感じが出て今っぽいので可愛いと思います。じゃあこの後応用編いきます。キュッて絞っといて一つにまとめます。これもしっかりちょっときつめに湯沸いてまたキュッとします。ほぐしたところがまたキュッて綺麗になっちゃうので、また少し綺麗にほぐしておきます。このままでも可愛いのですが、ここからまた、くるりんぱします。この土台をまた穴を開けて、ここにもう一回くるりんぱしていきます。ちょっと穴を広めに開けてあげるとやりやすいと思います。こんな感じでくるりんぱ2回やってあげるとまたより可愛くおすすめです。次にピンを使わずにできる簡単お団子ヘアのご紹介です。まずちょっとワックスを髪の毛に毛先つけていきます。じゃあお団子作っていきます。この時手をこう広めに作ってあげて、
くしの代わりというか毛流れをこう作ってあげるようにこう持ってきます。こういう大きめの指で作ってあげてちょっと無造作に湯沸いてあげるといいと思います。一つに結んでいきます。ちょっと下目に湯沸きます。この時に襟足の髪の毛を少しこうたるませてちょっとブラブラにさせておきます。この時もここの一番トップのところがこうふんわり頭の形が丸くなるようにちょっと引き出しておきます。でここをお団子にしていくのですが、ここは自分のやりやすいのでいいんですが、なんかあんまりこうちゃんとお団子になってなくて大丈夫です。こうなんかねじってこう巻きつけてあげる感じ でここをシリコンゴムでまとめていきます。本当にここのお団子は適当でいいです。そうしましたらここからくるりんぱしていくのですが、さっきと一緒でここの真ん中に分け目を割れ目を作ってしまうとトップが、潰れてしまうので、ちょっと横からここも大きめに穴を開けます。ここにお団子を入れちゃいます。これだけです。これでほぐしていきます。くるりんぱしたところもちょっと髪の毛を引き出してあげて、これは毛先がもう全部まとまってしまうので、くせ毛の人が髪の毛梅雨本当にボサボサでどうしようもない時はとっても簡単ですしおすすめです。最後にワンポイントアドバイスです。髪の毛が細くて、毛量が少ない人はヘアオイル、あと髪の毛が多くてまとまりづらい人はワックスを使うとやりやすいと思います。皆さんやってみてください。富岡さんありがとうございました。わかりやすかったですね。ですよね、うん、ということで私も早速オンエア前にお団子編後半でご紹介いただいたものをやってみました、いかがでしょう、うん、すごくまとまってますよ。首周りがすっきりしているので、夏これから暑くなってくる季節に涼しげだなと思います。見ていてもいいですよね、しかも私の場合は 2,3 分ぐらいでちょちょっとできたので、忙しい朝とかね、しかも結構仕上がりは 2,3 分でできたと思えない男性から見るとテクニック入れたみたいな髪型に仕上がってるかと思うので、ぜひ皆さんもね試していただければと思います。新しい髪型を簡単にすることができることで、女性がここまで笑顔になるんだなと驚きました。ぜひね奥さんや大切な方がされた時は周りの人が気づいて声をかけるのも重要ですね。ご紹介いただきました富岡さんのお店ブリエは相鉄線二俣川駅から歩いて5分、この3月に、長年お勤めされていました美容室から独立されて、今予約対応などすべて富岡さんお一人でされていらっしゃるということですので、お問い合わせなどはぜひメールでお願いしたいということです。